リオハリアントは中華系インドネシア人のレーシングドライバーである。初のインドネシア人 F1 ドライバー。カートで腕を磨いた後、2008年から主にアジアで開催されるアジアンフォーミュラルノーチャレンジフォーミュラアジア2.0フォーミュラ BMW パシフィックに参戦。シングルシーターとしてのデビューを果たす。フォーミュラアジア2.0では総合3位の好成績を収めた。 2009年は、オーストラリアンドライバーズチャンピオンシップや、昨年に引き続き、アジアンフォーミュラ、ルノーチャレンジなど、複数の選手権に参戦した。2年連続で出場した、フォーミュラ BMW パシフィックでは、第2戦セパンラウンドの第4レースから4連勝を決め並みに乗ると、その後は一度も、首位を譲らずにと80ポイントの大差をつけて、初タイトルを獲得した。 シーズン終了後に、フォーミュラ BMW ヨーロッパへ、ゲストドライバーとして参戦し、2レース出走した。ハリアントは2010年より F1 のサポートレースである GP3 シリーズへの参戦を開始、マノーレーシングチームから出走した。チームメイトは、ジェームズ・ジェイクス、エイドリアン・タンベイ、エイドリアン・クアイフ・ホップスとなった。第2戦イスタンブールラウンドの第2レースで、 初優勝を達成する。その後も2レースで表彰台を獲得し、ルーキーイヤーながらも総合5位となる。翌年もチームに残留し、チームメイトは昨年に引き続きエイドリアンク・クアイフ・ホップスと新たにチームに加わったマティアス・ライネ。シーズンを通じ2度の優勝を飾る。優勝したレースは両方とも雨が降りしきる、中開催されたレースで、ウェットレースでの勝負強さを証明した。 2011年には GP3 に参戦する傍らダムズチームよりオート GP への参戦をスタートする。チームメイトはセルゲイ・アファナシエフとエイドリアン・タンメイ。メインで出場している GP3 との開催が被った第5戦以外全レースに出場した。優勝1回を含む3度の表彰台を獲得し、総合7位となった。チームとしてはアファナシエフと 南米合わせての4度の優勝、欠場した第5戦の代役を務めたケビン・コルユスの第1レースと第2レース連続入賞を含めてコンスタントにポイントを積み重ね、この年のタイトルを獲得した。ハリアントの GP2 シリーズ初参戦は2011年のヤスマリーナサーキットで開催されたノンチャンピオンシップ戦である GP2 ファイナルだった。2012年からは カーリンより本戦への参戦を発表。チームメイトは後に、マルシャ F1 チームから F1 デビューを果たしたマックス・チルトン。同カテゴリーでは、前身となる国際 F3000 で2000年と2001年シーズンに出場したアナンダミコライライ11年ぶりとなる、インドネシア人ドライバーとなった。開幕戦セパンラウンドの第2レースで、ファステストラップを記録し、第10戦スパ。 フランコルシャンラウンドの第1レースでは、ポールポジションも達成している。最高位は、第6戦バレンシアラウンド第1レースで記録した5位。総合14位で、ルーキーイヤーを得る。2013年は、バルワアダックスチームへ移籍する。チームメイトは、アメリカ人ドライバーのジェイク・ローゼンツーへ行く。第5戦、シルバーストンラウンドの第2レースにおいて2位でフィニッシュし、 自身初の表彰台を獲得した。チームとしてもシーズン最初の表彰台となった。しかし全体を通じ入賞もわずか4回まで独占し、総合順位も19位と昨年より下回った。2014年シーズンからは e e q 8ータハムレーシングへの移籍を発表。チームメイトは後にマノーマルシャ F1 チームから F1 参戦を果たすアレクサンダー・ロッシ。 第3戦モンテカルロラウンドの第2レースにて3位に入り、自身2度目の表彰台を獲得する。総合順位は、昨年を少し上回る15位となる。フル参戦を開始してから3年目となる2015年シーズンは、新たに、カンポスレーシングへ移籍する。開幕戦バーレーンラウンドの第1レースでいきなり2位に入ると、続く、第2レースでは、自身初の GP に初優勝を果たし、 最高のスタートダッシュを決めた。シーズンを通じて優勝3回、2位が2回と上位争いに絡む走りを見せ138ポイント獲得し総合4位の好成績でシーズンを終える。F1 初ドライブは2010年のシーズン終了後にヤスマリーナサーキット行われた合同テストにおいてバージンレーシングからテスト走行に参加した。バージンレーシングは 当時ハリアントが在籍していた GP3 チームマノーモータースポーツが創設にかかったチームであった。11月16日にテスト走行が行われ、コースに出たもののギアボックストラブルが発生し、ラップタイムは参加した全13人中再会であった。2012年も再びテストに参加し、当時 GP2 シリーズのチームメイトであったマックス・チルトンと共に、 マルシャ F1 チームからシルバーストンサーキットで開催されるヤングドライバーテストに参加した。テストは2日間にわたって行われ、合計で3 0 0トルを走破した。これにより、スーパーライセンスの資格条件を満たしたため、インドネシア人発となるスーパーライセンス所持者となった。マノー在籍期2016年2月18日。 マノーレーシングのレギュラードライバーとして迎えられたことを発表した。これにより初のインドネシア人レギュラー F1 ドライバーが誕生した。カーナンバーは88を選択している。チームメイトは同じく F1 初参戦となるパスカルウェイレイン。ハリアントはインドネシア政府の援助を受けてシートを確保していたが、徐々に参戦資金が不足状態になり深刻な問題となった。 そして、サマーブレイク中である8月10日、契約上の理由により、レースドライバーの座を明け渡した。同時に、チームは、残りのシーズンを、リザーブドライバーとして残留する、形のオファーを提示したことを発表する。ハリアント本人は、この契約に応じ、引き続きチームに残留が決まった。しかし、そのチームも、資金難のため2016年シーズン後に消滅した、ため、 リザーブドライバーの立場も失った。その後の落とさたはなかったが、2018年に、上海で行われたシック888、エンデュランスに、アウディ R8LMS GT4 をドライブした後、翌年からは、GT ワールドチャレンジアジアにフェラーリ488、GT3 デフル参戦した。ありがとうございます。